新郎といけるかこれ。んー、まあ、ポンポンポンでいけるね。まあ、ただ4馬なんでね。まあ、4馬、玉の馬なんで、まあ、なかなかね、そんなうまくはいかない。まあ、そんなスムーズにいかないと思いますけどね。さあ、純ちゃんイーシャンテンですね。純ちゃんイーシャンテンで割る。さあ、そして、ああさあ、リャンワンから打ちましたね。いや、もういらねえよと。そう、3万なんていらねえよと。ああ、さあ、そして、ああ、強すぎ。いや、ちょっと待って。あ、4馬ですよね。4万なんですけど、さあ、9万が2枚いまして、E ピンが3枚いまして、E マンが、3枚、あ、2枚か。はい、めちゃめちゃいるな。まあ、できれば、数アンコを短期ね、メンチン数アンコを短期にしたいところではありますけど、まあまあまあ、でもまあまあ、E マンでも E ピンでもね、まあまあまあ、いいですよ、みたいな。まあまあ、妥協してね、まあ、それでもいいですよ、みたいなところではあります。ああさあ、相手バイさん。さあ、一枚で、ああああ、ちょっと一枚切れの E マン一発かみ。なんで E ピンで取らんかったやろ。ちょっとわかる。まあまあ、でもまあまあ、やっぱりまあ、見えてたら、もちろんこっちで取りますからね。めちゃめちゃ強すぎるんですけれども。ああ、名前、あとはペイを抜いて終わった。うん。もうこんなんだってもう何も言うことないもんね。もうだってもう染まりきってるから、もうあとはだってこれダブトン本一ドラーさんとかでもうね、ああ、つつつつい、あつつつい。さすがに、ああさかさかさか入りまして、さあ、チーソー乗りましたが、まあまあ、まあ、どうせ、まあ、泣く前提、ああさかさかさか、ああさ乗りましてさあ、ゴリ押しで、ああ、さあ、さあ、テンポ、ありさあ、ゴリ押しで、もう、役場にしていく。今のは、本一、ダブトン ?1、2、3、4、5、6、7、8、ああ、さあ、ポン、ありました。ああ、テンポ、ああ、役満、役満確定。はい、さすがに役満確定なんですけど。ああ、さあ、リーチありまして。さあ、もう、果敢にも挑んでいく。こんな缶を見ても、ああ、さか、さあ、これ3缶、ああ、さあ、数缶釣り、いや、数えが、数え役満から数缶釣り進化しまして、進化したのか、退化したのかは分からないんですけど、さあ、チーソーが残り2枚かな、チーソー残り2枚で、ローピンがね、ないんですよ、ローピンがね、残り1枚しかないんで、まあ、2対1で有利ではあるんですけど、さあ、チーソーがさ、どこでしょうかと。チーソーの方が枚数的には有利ですけどね。まず、ああ、どうああいやいや、撃つんかい。撃つんかい、それ。いや、危ないやろ。まあでも、やっぱりもう、その、降りるってやっぱりダサいですからね。うん。11種ありますので、まあ、11種あったらね、多分誰でもどっからでも狙うと思うわ。さすがに11種だったら、ああ、12種。さあしかも E マン引けたんでかいね。あとはチューマー、当然山。ああ、じゃあ全山。あまりにも強すぎる。なんでそのつまずま。なんでそんな11種からね、ちゃんとピンポイントで欲しいとこつまずま引いて。そんな綺麗に13面待ちになるんですかね。さすがに手なりやね、これは。まあ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 。だってもうこのリーチやもんね。もうだってこんなもんもう、ジャントを作ってリーチやもんね。うん。もうそれ以上はもう何もないかなーって感じではありますけどね。さあ、そして神ちゃんも結構、ああ、まあこっちも強いね、これね。まあ普通にリーチ、チュンドラ、あ、リーチ、白ドラドラやね。うん。リーチ、ああ、さあ、まあリーチしましたね。まあ一応手代わりとかもね、あるんですけど、いや、めっちゃ持たれてる。いや、ちょっと、めちゃめちゃ持たれてる。無理やね、これ。これ出ないと。うん。さすがにこれ無理じゃない。ああ、さあ、神ちゃん転売しましたね。さあ、神茶がめちゃめちゃ強いね。あれね。さあ、イスッチーですけど。ああ、さあ、スワンコになりまして。さあ、神茶スワンコになりまして。いや、こんなんだってね、これ出ないでしょ。トイメンからチーソー出るとも思えないですしね。うん、さすがに出ない。ああさあ、神茶がスワンコですね。あ、神茶がスワンコ積もりましたね。なんかね、てっきりね、なんか、上がれるのかなと思ったけど。カミチャがスーアンコを積もりまして、からの、そうですね、続きまして、と。ああ、やばいやばい。ああ、やばい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 よ。さあ、とんでもない。ああ、強いよ強いよ強いよ。さあ、逆襲の大三元がね。あ逆襲、ああ、でも、てか、トイメン転売してる？トイメンなんか転売してるな。なんかテンパしてる。さあ、リーチ打たないね。さあ、トイメリーチ打たないね。うん。リーチは打てるか。さあ、そして、さあ、こちらさあ、強いよ、強いよ。
さあ、めちゃめちゃ強くなっている。さあ、なんか、追走もつきそう。どうしようかなって感じ。さあ、さあ、ジミン、でも、追走はつかない。さすがに、ちょっと追走はつかないか。あ、さあ、注意で、あ、相手、まい。さあ、やばいぞ。トム持ってて、白く、ああ、いや、あれ、神茶さっき、役満積もってたけど、これダブル役満積もられた場合は。第3元数ワンコ積もられた場合、これどうなっちゃうんですか、これ。点数状況どうなっちゃいます、これ。さっき出しましたけど、ああ、まくられてる。数ワンコ系かなって感じだね。まあまあまあ、役満ですからね。まあ、染めはないと思うんですけどね、さすがに。まあ、金の間ですし、まあ、そんな無理はしないとは思うんですけど。さあ、E ピンから打ちましたね。なるほど。まあ、チューンからでいいかなって感じですけどね。うん、やっぱ3ピン入ったらロス痛いですしね。うん。さあ、チーズを引きまして、さあ、缶入りまして、さあ、2ピン引いてドラになりまして。あ、だから E ピン先入りね。うん、E ピン先入りしまして。ああ、そう、まあ、いや、数役万っぽいですね。うん、これで、まあ、数万個多分テンパになると思うんで。ああ、さあ、ポンポンで。さあ、そのポンポンで、さあ、じゃあ、テンパしますね。缶チーピンテンパイ。で、ああ、さあ、缶ありまして。さあ、暴れてる部。ああ、さあ、乗りまして。さあ、リャンピン乗りまして。ああ、リャンピン行きまして。ああ、さあ、テンパイ。さあ、ダマですね。さあ、ダマ選択、リーチはしない。まあ、普通に強いからね。ああ、リーチしました。さあ、リーチ、ああ、さあ、超テンパイ。3ピンパーピン。さあ、パーソン、パーピンもちもち。パーピンもちもちなので、まあ、ちょっと初か、さあ、缶入りまして。缶入りまして。ああ、さあ、乗りまして。さあ、ピン、さあ、あら、ちょっとドラビガビガなんですけど。表だけでドラ10ありますね。まだもう役場リーチ3といといドラ10、ああさあ、リーチ3といとい初ドラ10。余裕でやごめんなさい。裏なんぼこれ、裏なんぼ、裏 9? 裏全部いらんのよ。第3弦かな、まあ、白を引いてって感じだね。白を引いて、まあ、あとはなんかもう流れでお願いしますみたいなところではありますけど、さあ、シャーが、トンガには持たれてますね。トン持たれてる。おいしょい。さあ、これはさあ、ダブルにするのか、ダブルにするのか、まあ、もしくは第3弦のみで妥協するか、まあ、ちょっとどっちかって感じですね。さあ、ペイは、ペイ抜かない。ペイ抜かない。まあ、抜いた方がね、どうなる。ああ、さあ、注意で。さあ、注意。ああ、スーソン行って。さあ、スーソン行きました。休め。ああ、面前大作。さあ、免税、これ、シャーなんて引いたらもうとんでもないことになるよ。これ、さあ、ここでペイ抜いて。さあ、ここでペイ抜いて、不発。いや、これどうだ？さあ、あとはシャー。さあ、まあ、トン引いてもね、まあいいんですけど、ああ、何は、何も2枚、あ、2枚2枚か。2枚飛び、2枚飛びなんですよね。ちょっときつい。ああ、だ、ジェンバイ。さあ、さあ、第3弦、追走数万個、短期4枚100万。パッツも ?4 枚100万、パッツも。なんでその地獄短期待ちの何短期パッツもあ4倍100万パッツもエグいね。